よし、続ける。第2話のその2ですね。アイリスの手紙っていうパートだったけど、アイリスの手紙はまだないよな。これなんでウイスダニってもんかなの行楽地に出現したようだ。で、レニという隊員が加わって、これからそのレニと一緒に敵を倒しに行くっていう、そういうことですね。これは間違いなく男の子。星ってこの肩のところが星の形になってるのかな。勝つこと。で、レニー。うん。まあそういうのが動いても、そういう風に動いても大丈夫。バックアップをすればいいだけだ。攻撃重視の作戦でいきます。常に攻撃の姿勢でいこう。危な、わからん。何頑張ろうじゃないな、響かんと思うんだよ。他の隊員の好感度を少し上げていく。まあこういう人も実際いるかもしれん。これがレイのアイゼンクライト。確か織姫のやつとこのムービー自体は色が違うだけだよね。確かそうでもない。いや、わからんね。最高。お、将棋丸の出撃シーンが。いやー、相変わらず。どんな科学力なんだろう。鉄の塊が浮くっていうところもすげえなって思うけど、あの町に住んでた人たちは大変だよな。上に住んでた人たちはいかに言うても大変だよな。まだ2分なので、3分なのでこのままいきます。ちゃちゃっと敵をぶっ倒していきます。ちゃちゃっとね、ちゃ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 。あそこにおいて町に住んでたらさ、こういう風に上になった瞬間にさ、まあ退去してたとしても家具とか全部しっちゃかめっちゃかだよね。送った方がいっぱいある。これはちょっと帝都を守ってる帝国過激団とかいうやつらまだ現れねえのか。めっちゃ強そう。どのような輩が来ようともわしの計画は完璧じゃ。くだらん小細工など必要ねえ。だいたいお前はいつも小細工に頼りすぎなんだよ、木敷。木敷ダメだな、こんなキャラいたっけって感じだもんな。警察と言ってほしいの。こんなキャラいたっけかなって感じだな。無駄話はここまでじゃな。奴らのお出ましじゃよ。土雲は覚えてんだよ、土雲は。そしてあの帝国過激団、滑覆の良さそうな男性は、名前は一体。待っていたぞ帝国過激団。いやダメだな、出てこねえ。こっちかい、ご両親一党、金剛。金剛同じく木敷じゃ。ん
ちゃんと名乗ってくれ、偉い。国旗かい。お先、カスト、もカスト、そう、生きに立つな、今後。何も知らずに殺すのは運命とはいえ忍びない。地獄で山崎に説明させるわけにもいく。何、帝都は邪悪なる。おせえ、おっさん、おじいさん、おじいさん、じじ、遅い。くどいぞ、目次金。くどいぞ、目次金。うえ、うえ、うえ。攻撃命中。何？これでさ、なんか敵幹部の一人とかがさ死んだらびっくりするよな。なんかこうまだ戦ってもねもうドロップアウト。いや、下手したらこれ本当にドロップアウトするぞ。戦った記憶ないんだよな、目的と。さすがにこれで死んだよな。さすがにな。第一目標、戦線離脱。第二目標、攻撃の必要あり。地獄。デニー、すごい。嬉しいね。強い奴を見るとゾクゾクするぜ。こういうキャラってなんかどっかで見たことがある気がするんだけど、嬉しいねっていう。それって桜大戦なのかな。まずはこいつらを全滅か。ちょっと本音の折れる作業だな。撃ってくれ、椿くん、椿ちゃん。チョンガラの爆撃。まずは手前から行く作戦。カバウはまあ短期で行くことになるから、レニーは多分でも信頼度上がらんよな。さくらくんで隊長命令、風。どんどん必殺を使っていく。飛ばせない、飛ばせない、飛ばせない。さすがに3度見てくどくなってくるかなっていう気がするんですけど、まあ時間にして10秒ほどだから辛抱してほしい。辛抱っていうか、まあもっと楽しいんですよね。でやるシーンはね。どこがいい？ちょっとがまとまって倒したよな。機関。風の作戦が失敗してるかもしれない。ちょっと火力が足りない。別に。そうそうか。どうでねえ。あの敵をどう攻める？敵は長距離砲台もあって進撃を阻もうとしている。だから僕が背後から砲台を破壊する。敵の注意がそれたところで全員突入。僕だけで十分。誰か一緒だとかえって邪魔になる。言ってくれる。無理はしない。できることをやるだけ。
かっこいいね、レニーは。これ、腐女子の方々たちにもおすすめしたい。そういうキャラクターですね。あれ、一体だけか。ショタ。エアストロ。何やってるかよくわからない何やってるかよくわからない。目標撃破。あれ一個だけか。どっちから行くべき、こっちから行くべき。戦闘は早いんですが、やはりちょっともたついてますね。まあ見る人はね、見る人はまあ見てもらってもいいけど、気の利いた喋りもできないと思うから、まあ、ボスのところまで飛ばしてもらって、おー、ナイス、カバーナイス。ボスのところまで飛ばしてもらっても結構ですよ。いやー、ちょっと眠たくなってきた。続けざまに取りすぎて気の利いたことを言えないのもあるけど、本当に眠たくなっちゃった。あと反撃があればいいのにな。反撃があればもうちょっと スリリングに配置したりできるんだけど、ですけれども、敵が頭を働かせている。ありがとう。ここら辺で、うおっ、これ火の作戦に切り替える。もう一立ちあってもいいと思うんだよな。そういうのないんか。もう一立ちがなくて不満げ。違うな、そこでもダメか。もう一立ち。ちょっと怖いな、またアイリスが怖い位置にいる。これ壊れはしないだろう。あ、壊れる。これで、まあ一応アイリスの命の生存は確保したね。あとは織姫でこの辺の敵を投げ払いつつ、残す一体の脇地を倒しきれれば、こちらの勝ち。まあ、桜大戦のこの辺のシミュレーションパートは割とぬるゲーですんで。カバウコマンドも効いてますね。過不足ない感じで。3回も綺麗に使い切ってボス戦に行けそうです。よし、金剛。どんな敵だったかな。
どんな敵だったかな。お、いや、セーブしとくか。15分ここまで。どんな敵だったかなっていうことだけだな。まあ、まったり戦っていこうか。次回ちょっと焦って戦ったらね、良くないような気がする。戦績ってまだ見えないよね。もうまだ見えないな。なるほど。じゃあまあ今日はこの辺までにしておきましょう。今日はこの辺までにしておきましょう。ほなまた。